慣になってくると。肉離れじゃないね。それが単純っていうか疲労が、多分打撲でなんか炎症を起こしてて、それで休んでないから続いちゃうんですよ。内部内部アキさんだって終わってからこれで冷やしないでしょ。はい、アイシングとかしないでしょ。多分それアイシングしないとまずいっす。ダメっす。シップじゃダメっすね。一回アイシングしないと、おお、押し倒す。華奢だな、本当に。こちらの華奢な人しかない。おい、来た。おい。よし。確かに。いや、ポカレに行けないんですよね。水曜僕あの企業そのやつですかね。ビジネスパートナーたちと飲み会してるんですよね。あれなんです。ちょうど9時10時なんですよ。しかも博多で。なんかまた今度面白い企画とかできそうで。面白い企画ができそうで。ブランドで。自分のあとまたなんか新しいその工場を紹介してもらってるで、なんかその、まあ、工場の人とうまく付き合ったら、そのやっぱり作ってちゃんと履けるところが何なんですか。でもなんかその履き口とかも紹介してくれるみたいな。増えそうですね。今はまだ本当にただのシャツとかですけど、なんかグッズとか、それこそやっぱり消耗品のタオルとか、ソックス、ボールペンとか、まあ手ぬぐいとか。あまり和風じゃないよな。いや、そうですよ、最初あの今はあれです、あの名前だけを覚えてもらってるんで、まあ、デザインとしてます。だから今そうやって和風って何、和風ってなんだっていう感じが今いいです。一番今それが結構狙いです。Show!